俺たちの機械パーツじゃねえか本当に取り戻してくれたんだなお前らありがとうなもうどれをすりゃいいのかあ、そうだバハールハーブが欲しかったんだろもらなんざいただでやるよどれくらい必要なんだ2本あれば十分だよそんなんでいいのかあーならこうしようおまけにモラも少し渡す その必要はないよ僕はすでに報酬をもらったじゃない報酬パーツのサンプルの入った袋のことかあまあ奪われた品物に比べればあんなの大した価値はねえよでも僕には必要だったんだバハールハーブみたいにね僕は君たちの品物を取り返して君たちも僕が必要としているものをくれた それで帳消し森の生態系は複雑で多様性があるから機械ガニのほかにもいろんな危険が潜んでいるこのルートを行くなら注意したほうがいいよああ肝に銘じておくお前さんたち本当にありがとうなまずは村に帰ろうか早くあの子に薬を飲ませたほうがいい。 旅人とパイモンだこんにちは師匠薬を作る装置は用意できたけど薬を引くのを手伝ういや今回は投与量に注意が必要だから自分でやるよああわかった <laughs> でも薬が出来上がったら代わりにその子のところに届けてきてくれる 彼は僕がいるとなぜか少し緊張するんだ多分僕はとっつきにくい人だと思ってるんじゃないかなさて早速薬を用意するよ旅人少し手伝ってくれるどうだあいつ具合は良くなったのか ああ体調もだいぶ良くなったし体温も正常に戻ってきたやったぜそうだ師匠に伝えるように頼まれてたんだスナが会いに来てもうおもちゃのことを白状したってスナは怒っていないみたいだったから師匠にお礼が言いたいってことらしいんだけど何かあった大丈夫だよ それより頼んでた旅道具の準備はできた。ちゃんと準備したよ。師匠は遠出するのか？ああ、汚染区域に行くつもりなんだ。広さから考えて、多分一夜を過ごすことになると思う。僕がいない間のことは君に任せたよ。え、でも私私はまだ。 師匠の足元にも及ばない経験したことのないことでもとりあえずは試してみるんだ一回やってみたら大したことないってわかるよ僕のマネをしなくていいから自分なりの解決方法を使えばいいそうだぞこれならきっと大丈夫だうん じゃあ、やってみる師匠それから旅人にパイもお前たちも気をつけてああおそらく大丈夫だろう具体的な原因は汚染区域に着けばおのずとわかる僕を立ててくれるのでもそうだね多分。 問題ないと思うよさあもう一度あの機械狩りを調べに行こう。 罠が発動してないまだここにいるはずだ <laughs> 約束通りちゃんと僕たちの帰りを待ってたみたいだねじゃあこっちも約束通り機械パーツをもう一つあげる。 落とさないようにちゃんと持ってるんだよ満足してくれたみたいでよかったよもっと欲しければ僕たちを汚染区域の奥に連れてってアビディアの森がこうなってしまった原因を調べなくちゃ Em a essa zona ここがみんなの言う汚染区域なのか確かにいつもと違うぞなんていうか不気味で重苦しい空気だな体調は大丈夫よかった。 やっぱり思ってた通り元素力はある程度汚染区域の影響を抑えられるみたいだナリは何で知ってるんだ汚染区域の奥深くにまで立ち入って調査してたわけじゃないけど僕は最近いくつかの対象実験をしていたんだその上で今ここを観察して推測が確信に変わった。 ほら、例えばこの花普段見るのとちょっと違うだろこの花の学名はスメールローズなんだけど地脈マーカーなんて呼び名もある地脈の影響を受けやすくてねさまざまな明るさの光を放つんだ輝度が高くなったらそれは周囲の地脈エネルギーが危険な値に達していることを示している この感じだたぶんこの辺りの地脈はすでに暴走状態だね。ってことはつまりここの汚染は地脈から来てるのかまだ確信はないけどその可能性は高いと思う。他に手がかりがないか周りを見てみよう。 そういえば来るときに思ったんだけどここ生き物がなんだか少ないよな前に森に行ったときは鳥の大きな鳴き声が聞こえたぞあとはたくさんキツネがいたりとか今 汚染区域にはすごい量の緻脈エネルギーが漏れ出ちゃってるそれが通行人を病気にさせ意識障害を起こさせている主な原因だと思う動物たちは敏感だからきっと異変を察知してすぐにこの場を離れたんじゃないかな緻脈エネルギーが漏れただけでこんなに深刻な事態になっちゃったのか 植物が育つのに適した条件があるように実は人間も少しずつ周囲の環境に慣れていくものなんだ気候や温度湿度それから地脈エネルギーの強さとか特定の環境で生活することで人は環境との間にある種のバランスを作り出す周囲の環境が急変すると バランスが崩れてしまい、体にも異変が起きるもし単なる温度の変化なら、人体は自分で体温調節をして適応できるけど地脈エネルギーの急変に対応できるようにはできてないだから病気になってしまうんだじゃあ、どうしてオイラたちは無事なんだ君がなぜ大丈夫なのかはわからない でも彼女と僕は元素力が使えるからそれでより早く変化に適応できるんだろうねもちろん地脈エネルギーが強いところに長くいるのはよくないここで自由に行動し続けられるのはおそらく機械である彼だけださて調査はこんなところかな。 広めの空き地を探してくれないちょっ環境無風目標値正常設定完了よしちゃんと動作してるみたいだ 僕が作った浄化装置だよ余分な地脈エネルギーを吸収してこの辺りのバランスを安定させられるんだそんないいもののがあったかよじゃあ早速汚染区域全体に設置しようぜそれでうまくいくならそれでよかったんだけどでも一度発生しちゃった汚染は限られた装置じゃ解決できないよ。 それに浄化装置の力にも限界があるせいぜい一定期間汚染区域の拡大を防げるだけさ地脈漏出による汚染を完全に解決するには問題の根源を根こそぎにしないとそういうこと。 何かが近づいてくる。なるほど。地脈エネルギーが落ち着いたせいで。一時的に離れてた魔物たちが。また集まってきたってとこかな。浄化装置に近づかせないよう。さっさと片付けちゃおうか。 Vamos dizer que é os jacarés de Sumero. Já temos alguns inimigos mecânicos aqui para enfrentar, né? Vamos lá. Já tinha esquecido de puxar o escudo do Zong ali, beleza, né? Bem tranquilo também. Nada demais. 水は深くないみたいだよ動かないで手当てするから君たちは誰だあの機械の魔物たちは安心しろオイラたちが全部やっつけてやったぞよ、よかった <laughs> よかった <laughs> まだいるじゃないか は早く倒してくれえーっと何て言ったらいいんだとにかくこいつは悪いやつじゃないぞさっきはこいつがお前の叫び声に反応してオイラたちをここまで連れてきたんだそそんなの芝居に決まってるさては あの機械の魔物たちに紛れて僕の命を奪いに来たんだな森の奥に何があるか知ってるか機械の魔物があちこちあちこちうろついてるんだ薬を取ろうとしてうっかり汚染区域に入ってしまったが早うく命を落とすところだった <laughs> 逃げないとそうだ早くここから逃げないと。 君たちも気をつけてこの種の機械生命は敵なんだ早く離れた方がいい数年前恐竜院が機械生命の存在を全面的に禁止しようとしたのもわかるこんなもの全部壊してしまうべきなんだおい体が震えてろれつが回らないのは汚染区域に長く居過ぎたせいだつまり 軽い意識障害だねあっちの地脈エネルギーは浄化したからそこの道をたどっていけば大丈夫だすぐに村が見えてくるはずだよきっと誰かがコレーのもとに連れて行って助けてくれるあそこには僕が用意した薬が置いてあるから飲めばすぐに治るよ なるほど正しいことをしたからご褒美にパーツが欲しいのかい全く理解できないぞまあどういう意図で取った行動かはわからないけど偉かったからねしょうがないパーツをもう一つあげよう装着してあげようか その必要はないみたいだねそれじゃあちゃんとしまっておいてところで君のマスターはどうして君をそんな風にしたんだいカニっていうよりハムスターみたいな振る舞いだけどあとさっきあの人に凶悪な機械生命だって思われちゃったけどそれについてはどう思う 全然分かってなさそうだな今のところ分かるのは機械パーツに関することだけみたいだ人助けするとパーツがもらえるって思い込んでるんじゃないかな彼がいや彼のマスターが何のためにパーツを集めているのかはまだ分からないね今日はもう遅いから近くにテントを張って寝ようか

拠点はここに決めたおうオイラもここでバッチリだと思うぞへえパイモンはどうしてここがいいと思ったのここは平らで広いから大きなテントを張れるだろう。鍋もセットできそうだし美味しいものをたくさん作れるぜそれも間違ってはないよでも僕がここを選んだ最大の理由は 比較的高台にあって下に集まる湿気を遮断できるからなんだウリンはとても湿気が高いからねこういう場所で夜を過ごす時はいつも細心の注意が必要なんだよ次は二手に分かれて行動しようか僕はテントを張るから君は火おこしでパイモンは食べ物を探してきてくれるそういういのは得意だ 別にそんなに期待してないから無理しないでねうん野外で火起こしする時は等身草の茎を使うといいよこの植物の髄は比較的乾燥してるんだ少し煙っぽくはなるけど直接火をつけられるうん。 旅人ティナーリー、おいらラ何も見つけられなかったぞウリンには変な植物がいっぱいだって初めて知ったぞ変な形のキノコもたくさんあってどれが食べられるやつかおいら全く区別がつかなかったあと地面に何かの実が落ちてたんだけど。 拾おうとしたら上の枯葉が急に動いてびっくりしたぜきっと枯葉蝶とかその辺りの生き物だね彼らは天敵から身を隠すため葉っぱに擬態できるんだよ空を飛んでる君を見てきっと何かの鳥と勘違いして逃げようとしたんだパイモンが自分より臆病だとは知らずにね しょうがないテントが完成したら君たちはここで休んでて食べ物は僕が探してくるよんもう探してきてくれたの今のはオイラにも分かったぞこいつまた機械パーツをおねだりしてるんだ残念だけど。 今回のご褒美はなし今回の仕事はそれほど重要じゃないからね何にでもご褒美をあげちゃったらわがままになっちゃうだろだからこういうちょっとしたことは覚えておいて次の時にまとめて渡してあげるまあそれも理由の一つ。 なんだか悲しそうだぞでもよく考えてみたらあげないと誤解しちゃうかもしれないしょうがない一つあげよう <laughs> 僕は夕飯の準備をしてくる今夜は交代で見張りをするから先に休んどいて時間になったら呼ぶから。 うん地脈の影響で避難してる動物も多いけど完全に油断するわけにはいかないからねってことでよろしくねテントの中に毒虫が入ってくるのを防ぐために後で苦虫装置を置いておくからじゃあゆっくり休んででも寝坊だけはしないでね ほんとうでレモコやってきたよなもしかして地脈くの影響だったりするのかでもこうやって外でキャンプするのは久しぶりだよな <laughs> なんだか冒険を始めた頃に戻ったみたいな気分だぜおやすみ まだには早くないちゃんとぐっすり眠れたそれならよかった君がよく眠れるか心配だったから2種類のお香を調合してあげたよ安心して天然植物で作ってるから体に優しいんだちょっと香りは淡いけどねそういえば あの機械ガニを見なかったさっきまであそこを走り回っていたのにどこかに行っちゃったんだよね見抜かれちゃったかでも警戒すべきは彼というよりもまだ顔を見せてくれないマスターの方だ何の前兆もなかった今回の地脈の大量漏出は 誰かが地脈の流れのルールを破ったせいで起こった可能性が高いと思うちゃんと調査が済むまでは用心した方がいいよ教霊院が機械生命の研究を廃止してもう数年経つからねそいつらの出自は怪しいかつてソロン派の間では機械生命の課題が流行してね僕の後輩にも その研究に携わっている奴が何人かいる彼らはとても魅力的なアイデアを考案した人類の自然征服を助けるために知識を使って新しく使いやすい生命を創造することだしかしどれだけモジュールを入れ替えても機械の本質はコマンドを受け取って実行すること人間や他の生き物みたいに 自律的な意思を持つことはできない機械生命と自然生命の違いを探ろうと狭心的な学者たちは再現なく動物の生態解剖を行ったその実験の異常な残酷さから機械生命の研究は廃止となったんだ皮肉にもその後学者たちはますます衝動的になってきてる。 もしかしたら数年後にはまたその研究が解禁されるかもしれないねうーん難しい質問だね機械生命そのものには興味あるけど当時の学者たちの態度は気に食わなかったな僕の個人的な意見なんだけど僕の先祖は砂漠から来た 私たちと生活を共にし助け合ってきた僕たちの血統は共生の関係から生まれたってことだだから僕からすればどんんなな命だだって大切なんだよ生命を理解するためにはまずそれを尊重するのが大前提だ生命は消耗品じゃないし知識は王冠と王爵であっちゃいけない。 僕が一部の学者を不満に思うのはそこかなこれは僕が教練院を去った理由でもある自分を他の生命の上に置いて横島な思いで純粋な生命を研究して一体何を達成できるって言うんだ本当それは良かった コーーヒー僕たちのために入れてくれたのはあ <laughs> しょうがない一生懸命頑張ってくれたもんねもう一つあげるよそれよりもどうして使わないの躯体はあちこちすり減っちゃってエネルギーも残りわずかだっていうのに。 そうかいまあいいやありがとねでもちょっと休みたいんだコーヒーは彼女にあげて見張りは頼んだよくれぐれも気をつけて。 旅人パイモン、おはよう隊長の方はどう大丈夫僕もだよ奥へ進めば進むほど地脈漏洩の源に近づいてきてるみたいだね今日は早めに出発しよう僕はテントを回収するけど君たちはオイラたちに手伝えることはないかじゃあ 山火事を防ぐために焚き火を消しておいてくれるあと昨日設置した駆逐装置も回収しておいてほしいんだここの生態環境に影響しないようにしないとねしに任せろうん終わったらここで合流しよう。

戦闘は避けておくのが合理的だ。汚染源に到達するまではできる限り体力を節約しておこう。やっぱり汚染源に近づけば近づくほど機械の魔物が増えてきてる。g e e p s o t a s Pior que o outro foi para longe ali, né? Não dá nem para mim atrás dele. Beleza, hein? Se afastaram? Aí complicou minha vida. Uai. Morreu. Não morreu. Qual é as ideias? Agora foi. Eu não sei se apareceu o outro. Ô, se resetou, fiquei na dúvida agora. Mas tá bom. Uai. Tá brotando inimigo, mano? Caramba, eu vi a câmera, tem outra? Ah, agora foi, beleza. Pelo jeito a gente tem uma ruína aí para fazer. No próximo vídeo a gente continua então. よく見るとここの植物確実に何か違うね「死脈エネルギーも他の場所より強い」「僕たちが探していたのはここかもしれない」「準備はいい中に入ってみよう」